音楽と創造性の関係。音楽と創造性の関係は、古くから多くの研究者や芸術家によって探求されてきました。音楽は人間の創造性を刺激し、発揮させる力を持っていると考えられています。音楽が創造性を刺激するメカニズムには、以下のようなものが挙げられます。ドーパミンの分泌に絡めて、音楽を聴くと、脳内ではドーパミンと呼ばれる神経伝達物質が分泌されます。ドーパミンは、快感や意欲、集中力に関わる神経伝達物質であり、創造的な思考を促進する効果があります。また、脳波の変化に関連して、音楽を聴くと、脳波がリラックス状態であるアルファ波やシータ波に変化します。これらの脳波は、創造的な思考やひらめきと関係があると言われています。音楽は、喜び、悲しみ、怒りなどの様々な情動を喚起します。これらの情動は、創造的な思考を促進するエネルギー源となります。他に、音楽を聴くと、注意が分散し、固定観念から解放されます。固定観念から解放されることで、新しいアイデアが生まれやすくなります。そのため音楽は、創造性を高めるということになります。では、音楽を聴くことで、創造性を高めるためには、自分の好きな音楽を聴くが挙げられます。自分が好きな音楽を聴くと、よりリラックスして音楽を楽しむことができます。また、歌詞のない音楽を聴くことです。歌詞のある音楽は、歌詞に意識が向いてしまい、創造的な思考を妨げる可能性があります。関連して、作業に合った音楽を聴くと、集中力を高めたい場合は、テンポの速い音楽を聴くことです。逆に、リラックスしたい場合は、テンポの遅い音楽を聴く。音楽を聴きながら作業することで、創造的なアイデアが浮かびやすくなります。日本知能情報ファジー学会誌に、音楽と創造性の記事の中で、音楽を聴くことが創造的な思考能力を高めることが示されています。また、保育内容の研究において、この研究では、音楽教育が子どもの創造性を高めることが示されています。以上のことをまとめると、音楽は人間の創造性を刺激し、発揮させる力を持っていると考えられています。音楽を聴くことで、創造性を高め、より創造的な生活を送ることができると言えるでしょう。